グロービス学び放題。ということで、電気代高騰に伴って再生可能エネルギーへの転換の話が経営会議で出てるんだよ。ああ、それって電気代の一部を再生可能エネルギーで賄うってことですか？いや、なんか全部やろうとしてる風に聞こえたけどな。え、全部？そんなことできるのかな？まあ、環境を意識した事業をすることが大事なのは分かりますけど、ちょっと実現性が怪しいのに取り組もうとするのはどうしてなんですかね。上もそう言うし、周りの会社でもやり始めたところがあるからやむなしと思っていたけれど、そう言われてみると不安もあるよな。でも結局我々の事業もうちの会社自体も長い目で見て持続可能でないと生き残れない時代になってきたってことなんだろうな。 SDGs ってやつですかね。そういうことかな。でもちょっと自分も正確には分かっていないから専門家に聞いてみたいな。 SDGs に詳しい人なんていたかな。グロービス学び放題の SDGs のコースに出ていた本田さんなんてどうでしょう。ああ、いいね。よし、本田さんに聞きに行ってみよう。行きましょう。